シーズンに入る前から本当に苦しい戦いを覚悟してやっていこうと、成長しながら結果を出していこうということで来ました。レギュラーシーズンも、そしてこのチャンピオンシップも、まあ、本当に苦しい戦いばかりでしたが、本当に、まあ、選手がよくタフに粘り強く最後まで戦い抜くという姿勢を示してくれた結果だと思います。今日も会場にたくさんのファンが詰めかけました。そしてテレビも多くのファンが見てると思います。メッセージお願いします。サンフレッチェ広島に関わる全ての皆さん、優勝おめでとうございます。